Stop it. Get some help. エウロアの映像をご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。今回はエピソード PV を一番最初のところに出たやつかな。私と相席してくれて感謝するわ。まだなんていうか、他の客からは避けられているの。ね、そうなの？一緒に飲もうよ。ちょっと喋りかけてる。どう？最近どうだい、エウロア？どうなの？でも全然一緒に飲むよ、エウロア。いや、気になる。彼らとは関係ない。そうだよね。まあそうなんだよ、ね、わかるよ。でもこんなライトに喋れるんですよ。ね、喋れますよね。そう。あ、そしてジンさんね。お、新団長と。そう。そしてジンさんとのなんかエピソードもね、なんか見たい、みたいな。ちょろっとで話は出てきたりしたんですけど。ジン団長もね、エウロアのことはやっぱ、すごい評価されてる感じになりますからね。そうなんですよ。千葉ちゃん。暗黒の時代に突入した。すごいですよね、この一人一人にこういうメビをすごいですよね、使ってくださって、一人のそのキャラクターの歴史もやっぱすごい深いところまで設定されてるし、あの津田さんが喋ってくれてるのもすごい、ああねすごいですよね、すごい、あれ毎回津田さんなんですよね、真にローレンス家に致命的な打撃を与えたのは波花騎士と呼ばれ、このシルエットのやつかっこいいですね、原神独特の、ね、形で結構出てくるんですけど、いいですよね、世界観がちょっとなんか切り絵っぽいというか美しいですよね、心優しき仲間であると、美しい、レディーが話をしている時もこれもね、そのどれぐらい酔うかみたいな、酔うか問題ですよ、そうですね、そうなんですよ、もう身も貴族の礼儀作法を学ぶべきね、これも結構酔う、学んできます、どうですか次何飲まれますか、もうこれ以上飲んでいけません、帰りなさい、ちょっと僕の家近いんですけど飲み直しませんかやべ、かわいいいや、かわいい、かわいい、こんな子がいたら、でも強いから、そうそうですね、ギャップがいいな、やっぱり、かわいい、普段ね凛としてる子がやっぱりお酒を飲んでちょっと酔ってくるギャップっていうのがすごい、でもね、そのギャップが同じ人の中の範囲内なのかみたいなところにですね、非常にこう迷子になりましてね、ただでもすごい上手にね、表現されてます、迷子になってるんですけど、でもいろんな表情を見せてくれるので、これからも楽しみだなと思ってますが、これからもね、エウラの活躍に期待していきましょう、はい。